ドリー・ペイン・トッド・マリソンは、第四代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソンの夫人である。身長5フィート7インチ。1768年5月20日に、イギリス領北米植民地のノースカロライナ植民地、ギルフォード軍にて、クエーカー教徒のジョン・ペインとメアリー・コールズ・ペインの長女として生まれた。父のジョンは元来は、クエーカー教徒ではなかったが、 クエーカー京都のメアリーと結婚して改修した。奴隷制を否定するその教えに基づき、所有していた奴隷を全員解放した。1769年に両親が以前に住んでいたバージニアを出領植民地に戻り、少女時代の多くをこの地で過ごした。1783年にクエーカー京都の町であるフィラデルフィアに移った。 ジョンはこの地で始めた洗濯仕上げ用の海苔を製造する事業に失敗してクエーカーから追放されてしまった。1794年にジェームズ・ピールによって描かれた肖像画ドリーは1790年1月7日21歳の時にジョン・トットと最初の結婚をした。トットはクエーカー教徒の弁護士だった。二人の間には二人の子供。 ジョン・ペイン・トットとウィリアム・アイザック・トッドが生まれた。大熱病の流行が原因で、夫と下の息子は同じ1793年10月14日に亡くなってしまった。笑みを浮かべた青い瞳、美しい肌、黒い巻き毛、人を引きつける魅力を持つと言われた25歳の子連れの未亡人に多くの男性が言い寄った。トマス・ジェファーソン政権下で副大統領を務めた。 アーロンバー合衆国上院議員もその一人だった。ドリーは結局当時すでに42歳でリトルジェミーと呼ばれた子男、ジェームズ・マディソン下院議員からの求婚を受け入れ、1794年9月15日に2度目の結婚をした。マディソンは初婚で未亡人と結婚した3人目のアメリカ合衆国大統領経験者であるが、ドリーは マーサ・ワシントンとマーサ・ジェファーソンとは違い、財産らしきものはほとんどなかった。二人の結婚を盛んに進めたのは、当園の重視にあたるマーサ・ワシントンだった。彼女の夫のワシントン大統領も女同士が話し込んでいるところに顔を出して、彼は将来、おそらく大統領になるとても有望な男だと言い切った。迷うドリーに、マーサ夫人も彼はきっと、 良い夫になりますよ。年がうんと離れてるから帰って良いのです、と言い、この大統領夫妻のアドバイスがドリーを結婚に踏み切らせたのだった。クエーカーの教会から京都以外の男と再婚したという理由で破門されてしまい、これを機にドリーは変わった。それまではつましい生活をしていたのに華やかな衣装を着て豪華なパーティーを開くようになった。これが 歴代大統領の中で最も小柄で、ドリーよりも背が低く、地味でまるで葬式に出かけるようだと悪口を言われた、夫のマディソンにも、好影響を与えた。彼もダンスをするようになり、座談上手にもなった。ドリーは夫を、偉大な小マディソンと呼んだ。1815年頃に描かれた、肖像が1801年に、マディソンが、 ジェファーソン新大統領から国務長官に任命されると、夫妻はワシントン DC に移り住んだ。ジェファーソンが男やもめだったため、ドリーがファーストレディの代役を務めることが多かった。料理のメニューに工夫を凝らして、主にアメリカ料理を出すようにしたので、彼女のレシピは多くの人々の関心を集めた。人の顔と名前をすぐに覚える能力の持ち主であり、 公平かつ陽気に人々を接待し、政治にはあまり口出ししないようにした。ホワイトハウスのホステスであったドリーの人気の高さは、マディソンの1808年の大統領選挙と1812年の大統領選挙における勝利にも一役買ったと言われている。1809年3月4日の夫マディソンの大統領就任式に出席し、正式にファーストレディになった。 彼女は夫の就任式に立ち会った最初のファーストレディである。式では人々の心に強く印象づける大きな羽飾りがついた紫のベルベットを着ていた。就任式の後にすぐにホワイトハウスを改装して最高級の料理人を雇い豪華なパーティーを催し多くの人々をもてなした。招待客は家柄や財産。 格式よりその人のウィット、魅力、能力を重視して選ぶようにした。ホワイトハウス炎上前に貴重な文章を非難させるドリーを描いた19世紀末のイラスト1812年に勃発した米英戦争は重要な局面を迎えた。イギリス軍がチェサピーク湾に上陸し、ワシントン DC への進攻を開始したのである。この時にマディソンはアメリカ軍を率いて、 バージニアにいたが、ドリーは貴重品を持ち運ぶために最後までホワイトハウスに残っていた。1814年8月24日午後も1時半頃、食事をしていたドリーは遠くにイギリス軍の放つ法制を聞き、急いでホワイトハウスの貴重な歴史的書物や宝物を馬車に積み込み、避難させた。その中には彼女が苦心して額縁から外して持ち出したとされる。 有名なギルバート・スチュアートの描くワシントンの肖像画も含まれていた。ドリーはイギリス軍撤退の知らせを聞くと夫より先にワシントン DC に戻り市民の大歓迎を受けた。彼女は敵は自由の民を脅かすことはできないと叫び、焼け野原となった首都の復興を誓った。イギリス軍はホワイトハウスや国会議事堂にも火を放っていたので、 ホワイトハウスは外壁を残して内部が完全に焼け落ちてしまい、マディソン大統領夫妻はオクタゴンハウスと呼ばれる近くの建物に一年以上も仮住まいすることになった。アメリカ合衆国建国の父であるワシントンの肖像画を守るという愛国的行為は後世に語り継がれ、彼女の人気はより一層高められることになった。しかし、 この時の現場を目撃している当時15歳で、マディソン大統領専用の家事使用人であった、ポール・ジェニングスは1865年に改装録を出版し、その中で彼女にはワシントンの肖像画を持ち出す時間は残されておらず、実際に持ち出したのは庭師と門番だったとこれを否定している。1848年、死の前年にダゲレオタイプで撮影された、 写真マディソン大統領退任後の1817年4月6日に、ドリーは夫と共にバージニア州モントピリアの邸宅に戻った。彼女の引退を惜しむ声は多く、ドリーもそうした要望に応えてしばしばこの邸宅に内外の品格を招いて盛大にもてなした。1836年に夫のマディソンが亡くなった。翌1837年秋に、 ドリー夫人は再びワシントン DC に戻った。すでに70歳、近かったが健在であり、当時のマーティン・ワンビューレン大統領、はじめワシントン DC の多くの住民が彼女の復帰を大いに喜んだ。議会が彼女のために特別席を設けたところにも、彼女の人気ぶりが伺える。マディソン大統領との間にはついに子供はできなかった。 唯一残された前の夫との間の子供のペインがとんでもないドラ息子で博打にはまって借金を重ねたためにドリーはついにマディソンが議会も彼女の苦境に同情しマディソンが残した1787年に政権議会で書いた覚書などの貴重な文章を買い上げたその後にペインが浪費してしまってドリーが再び困窮すると 今度は浪費できないようにするための信託基金を設置した。以前のように盛大なパーティーを開くわけにはいかなくなったが、それでも月一回は開くようにして、常にワシントン DC の話題の中心となった。かつてのファーストレディのルイーザアダムズとは緊密な友情を維持し、男やもめのバンビューレン大統領の長男に自分の親戚の娘を嫁に世話したりもした。 ドリーは1837年以降、亡くなるまでワシントン DC に留まった。1849年7月12日にこの世を去った。81歳没。彼女の葬儀において、当時のザカリー・テイラー大統領は、彼女は永遠に記憶に残ることでしょう。なぜならば、彼女は半世紀にわたり、まさに、 私たちにとって第一級の女性であったからですと最大級の賛辞を述べ、これがファーストレディと最初に呼ばれた例として言い伝えられている。しかし、この賛事の当時の書面による記録は現在残されていない。大統領1ドル効果プログラムの一環として2007年11月19日に合衆国造兵局はドリー・マディソンの栄誉を称える10ドル金貨と銅メダルを発行した。 ありがとうございます。